こんにちは、ひかりです。今回はね、Amazon の出品者さんからの提供品でーす。このね、任天堂ンドースイッチのケース紹介したいと思います。ババーン、こちらですね。今回はこのグラデーションのピンクのやつなんだけど、まカ、あ、空張りもあるみたいです。こんな感じ。はい。プロ、プロテクトカバー。はい。指紋防止タイプ。まあ、クイップって書いてあるけどね。まォ、あ、4スイッチってことで、こういうね、スイッチ。僕が持ってるのは、これ、スプラトゥーン、 カラーのやつなんだよね、一応。スプラトゥーンカラーのやつで、スプラトゥーンセットで買ったんですけど、ほら、指紋がついちゃうわけですよ。見えるかなこれをね、どうにかしたいと。うん。あと、まあ見た目も飽きたなっていう人はね、ちょっと Amazon でこうね、注文するとね、濃いのがあるよっていうのをね、今回紹介したいと思います。えっと、いろいろ書いてあるね。そうそう、なんかね、ボタンの押しにくさとかもないみたいなんで、まあそこら辺もちょっと、 編集していきたいと思います。今僕がスイッチでやってるゲームは、完全にね、厚盛りオンリーですね。お、なんかボーナスを見るか、あーなんかね、こういうのもありますね。はい。そして入ってるのは、まあ一応説明書的なのもあるのかな。アフターサービス、アフターサービスか。的なのもあって、これすごいのは、このボタンのカバーも入ってるんだよね。可愛くないあこれちょっと見たことあるような、なんか厚盛りっぽい。 これも厚盛りっぽいんだよな。全部厚盛りっぽいんだよな。ちょうどいいな、これは。もうね、スイッチは売っちゃったんですよ、僕。あ、スイッチ、ごめん。スプラトゥーンは売っちゃったんで、スプラトゥーンカラーである必要ないんだよね。ちょうどよかった。じゃあ、つけていこうかな。あ、これ、これはね、割と硬い感じ。これは柔らかいんだけど、あ、この,このケースもハードタイプだね、割と。ふん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 。つけていこうかな。まあ、簡単でしょ、こうやって。 はめればいいんんだもねあーなるほどねこのスイッチ電源スイッチのとこだけ押しやすくなってるおっしゃはまった簡単だねこっちはどうはめるんだろうちょっと一旦外してみようかよいしょこれどうはめるんだろうなあーなるほどあー分かった分かった2つに分かれるんだほらだから硬くても簡単にはめられるよっていうね えーとこうかなあいい感じあ簡単じゃんここがこう上下になってるからこれで上下ではまったーかなあで全体的にねまあこの付け外しはあんまり何回もやることじゃないんでそんなに説明しても意味ないと思うんだけどあ簡単だねはまったこうですねいいじゃん でこうつけた状態でも、ちゃんとつきよね。あ、ついたついた。ほら。ついたついた。じゃあ、こっちもやっていこう。よいしょ。ん待って、あ、このケースの位置をちょっとずらさなきゃか。よし。こっちね、緑なんだけど。これもね、まあ、女の子っぽくなっちゃうけど、ピンクに変えまーす。 まあね、青っぽいのもあったんで、まあぜひね、すでに説明欄ね、この商品貼っとくんで、下の説明欄に。そっからね、あの、Amazon のページ見てもらえば、いろいろわかると思います。よし、あ、簡単じゃん。ふんふんふん。して、まあ、これ辺は好きな感じなんだけど、まあ、このね、ここ、これにしようかな。あ、でも待って、厚盛りやってるから、こっちにしようかな。これ。あ、上下、こうかな。 このカバー意外と重要だったりするからねおいい感じおしいいじゃんでこっちもこれにしようかな肉球タイプもいいんだけどこっちにしますちなみに僕が使ってるあの画面フィルム画面の保護フィルムは100円ショップで買ったやつですねもうちょっといいやつ使いたいんだけどねちょっとどれがいいか分かんなくて う今はめてます。あれはまった、はまった。よし、はまった。こんな感じ。いいんじゃないほら、あ、全然操作性問題ないね。そして、一つ問題なのは、これに充電したんで、いつも僕これで充電してるんだけど、これに入るかどうかやってみます。あ、あー、入るかな入らないかな入るかな入らないか入った 入ってんじゃないあ、待って。入ってるかどうか分かんないんか。ケーブルで繋いでないから。でも入ってるっぽいんだよな。まあ。まあ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 。入んなくても、ここ空いてるからね。ここ空いてるんで、あのー、問題ないっす。あれこれ、待ってよ。入ったとしても意味ないんか、これ。いや、大丈夫かなあ、大丈夫だ。意味ある意味ある。ちゃんと、ここ空いてるもんね。ここ空いてるし、あと、この大事なスタンド、スタンドっていうか何て言うのこれ。 立たせて使うときのこれもこう使えるんで、こうやってほら、立たせられます。で各種ボタンはもちろん使えるし、このカードを開けるとことか、ヘッドホンジャック、イヤホンジャックも開いてて、スピーカーの部分も開いてて、電源ボタンはむしろ押しやすくなってるかな、こうやって。ほら、ね、つ盛やってるでしょ。つ盛やってますよ、ちゃんと。待って、オンライン中のフェンドとか出ちゃったから、これ一回消すよ。 んあこれできるんだね。ケ、OK、ー。おいいんじゃないデザイン的にもほら、指紋がつかないのがいい。あの、元々のやつ、やけに指紋つくんだよな。手に汗握るバトルとか、スプラトゥーンとかやってたらね、あれだもんね。あ、いいね。これでスティックも傷みづらくなるっていうね。各種ボタンも全部開いてますね。はい。まあ、こういうね、カバーもいいと思います。ただね、この画面に指紋ついちゃうんだよな、僕の。やっぱ、 あの、アンチグレアかなんかに変えようかな。画面フィルムを。ね、もう一個ね、こういうかわいい肉球のやつもあるんで、まあ、ぜひぜひって感じで。これはね、なんとなくね、ちょっとはめづらくはなってる。なんかきつくはなったけど、多分はまってんじゃないのかな。どうなんだろう。ケーブルがわかんないな、これ。でもはまってる感あるよね。そこね、今ケーブルつないでないから充電できてるかどうか、不可なは、あの、 そこはちょっとわかんないんだけど、そこはちょっと、ただきつくはなってる、完全に。うん、だからまあ、これつけたらこのケーブルつけた方がいいのかなって感じはするかな。まあ、皆さんどっちで充電してるかわかんないけどね。うん、でも装着は簡単だったし、まあ気軽にね、デザイン変えたい人はこういう商品もあるよっていうね。可愛くない肉球のやつとか、まあいろんなキャラクターものとかでもいいんだけど、 こういうシンプルなやつもありかなと思います。値段もね、そこそこ手頃なんで。うん。ちょっとね、下の説明欄からね、確認してもらえば値段わかると思うんだけど。クーポンとかもあったりするんでね。はい。お、これのスピーカーのとこも開いてるね。ほう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 。いいじゃん。お、今日からこれつけてやろう。画面の指紋だけが気になるんだよね、いつも。いつもすぐ拭くんだけど。あとね、なんかね、空気入っちゃってるんだよね。ると一からずっと。あれこれちゃんとハマってるハマってるか。 感じイいじってみるけどあな、なんかスティック使いやすくなった感じするなあそれそうか凹凸ができたからスティックが使いやすくなってるまあこれはね人それぞれ好みもあるかもしれないけど僕はこっちの方がなんかいいねちょっと待って今アサリ見つけたからアサリ広がなきゃついついやりすぎちゃうよねこれね一日やってられるもんつ盛なんてあいいですねうん まあまあまああれちょっと電源ボタンがあれだなちょっと電源ボタンが若干硬くなった感じするなこれね電源ボタンがね元が押しづらいんだよねスイッチってね奥に入ってるからうんまあこういうねデザインにしたいなってる人は是非ねちょっとこういうのもあるよっていうおすすめ品でしたはいあれああこれをねこうやって んこのね、ここ何が入るんだマイクロ SD ってここに入るんだ、知らなかった。スイッチの元の機能は知らなかった。マイクロ SD なんて入れてどうすんだあ、そっか、データか。あそっか、考えてなかったわ。うん、まあ。こっちに付け替える日もあるかもしれない。あちょっと傷んだりしたらこっちにね、付け替えられるし、いいと思います。はい。ということで、今回はね、アマゾンの出品者さんから提供品をね、 えー、していただきました。任天堂 t e n Switch のケースでした。これいいね。結構硬いケースだし、指のボタンはね、柔らかくて、うん、こういうね、入れ物に入ってるんで、まあ、プレゼントにはあれかもしんないけどね、こうクイープになってるしね。まあ、だけど、まあ、自分で使う分にはシンプルでいいんじゃないかなと思いますけどね。こういうのも、まあ、買う選択肢の一つに入れてみてはいかがでしょうか。はい。ちょっとこれがね、つながるかどうか、後で、あの、 下の説明欄に書いておきますね。あの、実際普段使ってるところでケーブル挿して、これ、やって充電できたかどうか、それだけ、あの、下の説明欄に書いておきますので、ぜひね、結果ご覧ください。ということで今回は以上です。この動画良かったなと思っていただけた方は、評価ボタンをお願いします。そしてね、ぜひ説明欄から商品をね、見るだけでもいいんで、見ていってくださーい。今回は提供品の動画でした。それではまた、バイバーイ。 で、終わろうと思ったんですけど、忘れてた。これこれ。これに刺さるかどうかをやんなきゃ。これをつけた状態でも、あ、ちょっとここは取り出しにくくなるね。ほら、押しづらくなる、ここは。ここは押しづらくなるんだな。だから、ちょっと取りづらくなるな、これ。この、外しづらくなる、ちょっと。ちょっとそれが難点かもしれない。ここが、ここが。ちょっとね、使い勝手悪くなるな、若干。 で、ここにはまるかどうかなんですけど、はまるかなあ、ちょっとケースつけると、これにははまんないですね。まあ、ケースはね、シールタイプ以外、だいたいこうなっちゃうと思うんだよな。ほら、はまんない。僕、最近これ使ってないから、あんまり関係ないんだけど、これ使う人は、ちょっといちいち外すのめんどくさくなっちゃうかなって感じ。うん。でした。これはちょっと追記で、えー、言っておきますね。 もうこの外さずにこのままやるって人には一番いいのかなって感じはします。そしてケーブルはここね、やっぱどうしてもきつくなるから、普通にケーブル、あの充電ケーブルをここに直接挿して、しかもこれ使わない人はこれでちゃんと持ち運んだりするとき、本体痛めないためにもこういうのがいいのかなって思います。ちょっと追記でした。